皆さんこんにちは、ちんたんおさきです。本日は奈良市大安寺にございますエクセルコート奈良南の方に来ております。まずこちらが玄関のスペースとなっております。こちらにはですね、あらかじめこのようなシューズボックスついておりますので、玄関をすっきりと使っていただけるようになっております。そして、廊下に沿ってですね、各お部屋そして水回りございまして、まずこちらがオシルエット付きのお手洗いですね。白で統一されたとっても清潔感のあるお手洗いとなっております。そしてですね、こちらが、はい、自動でですね、電気がつきます収納のお部屋となっております。かなりの、大容量の、ね、収納になっておりますので、大きなお荷物もしっかりと収納がしていただけるような形になっております。そしてですね、こちらが洗面スペースですね。まず独立の洗面台、こちらシャンプードレッサーもついておりますので、お掃除も楽々していただけますね。脱衣スペースも広々としております。で、浴室の方がこちらですね。足を伸ばしてご入浴いただける一坪浴槽となっております。なんと温滝機能もついておりますので、家族で交代で快適にご入浴いただけます。パネルもね、とってもおしゃれなものが利用されてますね。そしてこちらがですね、人気のカウンタータイプのキッチンとなっております。後ろにもしっかりスペースありますので、冷蔵庫や食器などのも並べて置いていただけます。こちらにお好みのコンロを置いていただきまして、まあ、収納の方もですね、しっかりと充実しておりまして、上下についております。大きなレンジフードも大変嬉しいですね。まあ、こちらのね、カウンターからリビングにいるご家族の様子を見渡すことができるようになっております。ただこちらにはですね、グレーのアクセントクロス使われておりまして、床の方もですね、おしゃれな木目の色になっておりますので、まあ、いろんな家具にね、合わせやすい、とってもおしゃれな内装となっております。またバルコニーは東向きということでですね、日当たりも大変良好なお部屋になっております。出幅もしっかりとございますので、奥さんのね、洗濯物も並べて干していただきますね。またこちらオートロック付き物件ということで、モニター付きのインターホンもついておりまして、しっかりとね、お顔を確認してご対応がしていただけるようになっております。そして各お部屋の方なんですが、こちらが洋室ですね。でそれぞれにですね、収納スペースついておりまして、こちらはですね、棚がついてますので、お布団なども収納がしていただけるような収納がついております。そしてこちらもですね、同様に洋室のお部屋になっております。こちらはクローゼットタイプの収納となっておりまして、こんな感じですね。奥行きの幅もかなりございますので、お荷物たくさんお持ちの方でもですね、しっかりと入っちゃうお部屋になっております。詳細条件につきましては弊社のホームページの方でご確認ください。奈良のおもてなし奈良心ちんたんおさきでは、皆様のご挨拶を全力でサポートいたします。以上でご紹介をさせていただきました。奈良のおもてなし奈良心賃貸の先では、広告キャンペーン、ネット予約サービスなど、さまざまなサービスで皆様のご来店ご予約お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。